皆さん株主一人一人が社会的責任を感じ、社会的責任を果たすべく、この株主総会に臨んでいただきたいと思います。おはようございます。当社といたしましては、福島の復興こそが再生の原点との認識に立ち、事故の責任を全うし、世界最高水準の安全確保と競争の下での安定供給をやり抜くという新たな使命を果たしつつ、一日も早く経営を立て直し、株主の皆様のご期待にお応えできるよう努めてまいる所存であります。もう勝俣以上にひどかったです。はい、それはなぜかというと、まあ、いつもは事前質問が先で、それに対して質疑応答と会場質問を受けるという形を取ってたんですが、それすらも後ろに質問を全部後ろに回して、もう時間短縮のために、まあ、そういう運営をしたということだと思います。今まで何回ぐらい出られてらっしゃるんですか？もう20回以上出てますけれども、てて、はい、その中でもまあかなり最悪ですね。どんどんひどくなっています。動議を出したりですね、質問って言ってもですね、まあ、途中で議長がその発言を遮ったりですね、今は質問だけですからということでマイクを切らせたり、かなりもう横暴で、ね、何度もそれについて、言うと、この場は自分の裁量でやっていると、全部私自身に下神戸に一任されているという言葉を何度も何度も、言っていました。ただ、まあ、趣旨説明に関しては、おおむねきちんと聞いてもらえたかなというふうに思っています。はい、で随分拍手もありましたし、やっぱり一人一人がね、ちっちゃな勇気を出すことで、この国も会社も変わると思うんですよね。はい。